ホテル大宮は、かつて、群馬県利根郡水上町に存在したホテル。1964年、開業。JR 上越線水上駅前にあった。ホテル、大宮と田中角栄元首相の側近で、夜行産業グループ総水の夜行ブローが1964年、水上温泉に、ホテル大宮をオープンさせた。夜行ブローは、 少なくとも20社を超える関連企業を持ち、埼玉県を中心にして事業を営んでいた。1966年、新館を増築した。晩年は、新興大手に経営を圧迫されていた。1989年、占友会に参加していた老人が5階からエレベーターに乗り込んだところ、半期が底になく15メートル下の1階まで転落。 全治約6ヶ月の重症となる。県建築家と沼田署は直ちに調査を開始した。ホテルはエレベーター設置時に建築確認申請をしておらず、また年1回の提出が義務となっている定期、点検報告書も過去5年間提出していなかったことが発覚。ホテルは県からは建築基準法違反の疑いで沼田署からは 業務上過失障害容疑で取り調べを受けることとなった。営業停止中に宿泊キャンセルが続出、ついに廃業となった。水上駅前より顔を覗かせるホテル、大宮跡ホテル廃業後、建物は廃墟となって荒廃した状態で残っており、地域住民が駅前にいきなり廃墟なんてと頭を悩ませているという。2018年、 第一回みなかみ町議会定例会会議でみなかみ町議会議員の久保秀夫は地元の人たちから何とか早く整理できないかという要望を受けていると発言している。前田吉成町長はホテル解体について現実にすぐやるとかという話ではないと思う。まず調査してちゃんとした研究をしていかなくてはいけない。と発言している。ありがとうございます。